サン d f x ブード 13DFX インタラクティブはかつてアメリカ合衆国に存在していたハードウェアメーカー。サン d f x のブランドでビデオチップおよびビデオカードを製造していた。3D グラフィックスに注力し1990年代後半の 3D グラフィックスカード市場を牽引した。サン d f x が 自社プロセッサ向けに用意した独自 API のグライドは標準 API のダークテックスよりも高性能であった。1994年に米国のカリフォルニア州サンノーゼ市で SGI からのスピンアウトによりファブレスのグラフィックチップベンダーとして設立される。1995年にゲーム向けに特化した 3D アクセラレータチップブードゥーを発表した。そして ブードゥ専用に処理が最適化され、レンダリング時の色数を16ビットカラーとして、メモリバンド幅の消費を節約した、超高効率な API であるグライドも用意された。このブードゥとグライドの組み合わせにより、比類なき性能の高さを実現し、一世を風靡した。制約が厳しい当時の家庭用 PC 上で、 アーケードゲームに肉迫するほどの品質と速度で 3D グラフィックを描画させることができたため驚異的であると評価されていた。その後もチップのアーキテクチャの改善を行い、Voodoo に2つの GPU で描画領域を分担することで並列化する3、飛行の搭載、さらに 2D の処理も可能となった Voodoo b a Voodoo 3などを発表した。この時期は、 先進的な機能を惜しげもなく開発し製品に実装することで常に他社に大きな差をつけていた。宣伝と性能に関する口コミにより順調に業績を伸ばし、その性能の高さを評価した企業からグライドに代用するゲームが数多く発売され、最終的にはヘビーな 3D ゲーマーの間でシェア化戦状態とも言えるほどの圧倒的な支持を得るに至った。 マイクロソフトがグライドに触発されて開発を開始した GPU の種類を選ばないハム用 3D グラフィックス API であるダイレクト 3D と比較しても圧倒的な高性能を誇っていた。1998年にはグラフィックカードベンダーの STB システムズ社を買収、チップの設計からグラフィックカードの製造販売までを網羅する。 総合グラフィックカードメーカーへの業態転換を実施した。さらに2000年にはタイリング技術を利用して不可活高性能な 3D グラフィックチップ開発を行っていたギガピカッセル社を買収している。しかし1998年の総合グラフィックカードメーカーへの転換は従来チップ供給を行っていた他のグラフィックカードメーカー各社の反感や反発を買い、 その後も各社へグラフィックチップ供給を続けた NVIDIA 及び ATI テクノロジーズによって 3D グラフィックチップ市場が過剰化する原因の一つとなった。また、競合他社製品の急激な性能向上によるブールーシリーズの相対的な性能低下や市場におけるグラフィックカード価格の低下による収益性の悪化などもあって業績は伸び悩んだ。このため、 会社の命運をかけて開発が進められていたベッサマイナス100チップを搭載するブードゥー4、5シリーズの不振が決定的となった2000年の終わりに、その使用技術と資産は7000万ドルの現金と100万株の NVIDIA 株と引き換えに同社に売却され、3DFX は業務停止に至った。ダイヤモンドモンスター 3D23、DFX ブードゥー 23DFX ブードゥー。 バンシー 3DFX は1九9五年にコンデックスにてブルーを発表。これは一般的な PC に取り付けると基本となる VGA 互換コントローラに代わって 3D の高速描画を実現するグラフィックアクセラレータである。その仕組みは通常のグリ描画をはじめとする 2D 描画については既存のビデオカードやオンボードのグラフィックコントローラが実行し、 3D 描画に限って PCI バスに追加された Voodoo が実行するというものである。このため、既存のビデオカードやグラフィックコントローラのアナログ RGB 出力を Voodoo の入力端子に接続、Voodoo のアナログ RGB 出力をモニターに接続するというもので、2D 描画時には Voodoo のデバイスドライバが Voodoo 上のリレースイッチ経由で入力された。 アナログ RGB 信号をそのままパススルー出力し 3D 描画時のみこのスイッチを切り替えてブードゥーの画像出力をモニターに表示させるという仕組みをとっていた同時期に同じく独自規格の API を利用する 3D 専用アクセラレータとしてイギリスのビデオロジック社が開発し NEC などがチップ生産を担当したパワービファーが存在したが こちらは既存のビデオカードのベルムに p c i バス経由で直接表示データを書き込んで表示するというものであり既存のビデオカードの性能にも左右されるチップセットなどと相性があるなどの問題があったサン d f x は1997年にブルーチップのサブセット版に他社製 VGA 互換チップを組み合わせることで他のグラフィックカードなしでのスタンドアローン動作を 可能としたブールラッシュを発売している。もっともこのブールラッシュはカード上のメモリに対する読み書きで 3D 描画に関わる処理を完結していた初代ブールと比較するとテクスチャメモリは独立して搭載されているものの実際の画面表示は 2D 描画を担当する VGA チップに接続されているフレームバッファ用ベレムに対し 画面リフレッシュの隙を縫う形で 3D 側で演算、描画した表示データを書き込むという動作を行うため、3D 性能の低下が顕著で、グライド対応にもかかわらずこのカードのみ、非対応とされたソフトが少なからず存在した。また、同時期の競合他社製品と比較して、2D 用 VGA 互換コントローラの性能が著しく低く、交換できないことや、 VGA 互換コントローラーを含め3つのコントローラチップと多数のエドデーラムチップを搭載せねばならず低価格化が難しかったこともあって市場での評価は低くこのシリーズは比較的早く生産中止になっている1998年にはテクスチャ演算ユニットを2機搭載として 3D 描画を高速化加えて3を採用2枚搭載とすることで さらなる高速化を可能とした、ブードゥ2の発売により、3DFX 社は高性能 3D、アクセラレータメーカーとしての地位を確固としたものにする。しかし、ブードゥはあくまで 3D 描画専用の補助装置であったので、通常のビデオチップ、ビデオカードメーカーとの市場の住み分けができていた。1998年の年末に発売された、ブードゥバンシーは、 ブードゥー2のアーキテクチャを基本としつつ、ブードゥー系チップとしては初めて VGA 上位互換の 2D 描画機能を搭載。メモリインターフェースを、エドリーラム対応から、当時最新の SDR スタラム対応に変更。テクスチャ演算ユニットを一気搭載として、ブードゥー2から半減。その代わりコアの動作クロックを引き上げて、バス幅を128ビットに倍増。1チップ構成ながら、 カード単独では3チップ構成のブードゥー2に迫る 3D 性能を実現した。このブードゥーバンシーはメモリインターフェースの128ビット化などの威力によって同時期の他社製品と比較して 2D 描画も非常に高速で 2D、3D ともに高性能なバランスの取れた製品となった。このため安価で優れた製品を開発できる アジア勢のビデオカードメーカーもこぞって、ブールーバンシーを採用したビデオカードを製造し、その結果、1998年のクリスマス商戦の際には、ブールーバンシー搭載製品が多数市場に出回った。このブールーバンシーの成功によって 3DFX は有力グラフィックコントローラメーカーとなり、ATI やマトロックス、S3 といった有力メーカー各社とシェアを争うようになった。 1998年末、3DFX はビデオカードメーカー STB 社のメキシコ工場を純正ビデオカードの製造・販売のため買収すると発表した。ブードゥ・バンシーの後継製品ブードゥさん搭載カードは自社工場での製造を中心とし、ビデオカードメーカーには積極的には供給しない方針への転換でもあった。これはビデオチップベンダーからマトロックス、 ATI のような自社ブランド重視のメーカーへと脱皮する試みであり、ビデオカードメーカー各社との協力体制で生産し、お互いに利益を得ていくモデルから、自社で全ての利益を総取りするという 3DFX の一方的な路線変更であった。しかし、当然ながらこの路線変更はそれまで 3DFX 社の製品を採用していたビデオカードメーカーにとっては、 死活問題となった 3D 性能において常にトップパフォーマンスのブードゥシリーズはビデオカードの購入層であるゲーマーにとって魅力ある製品であり売れ筋だったからである。3DFX は最新のブードゥ3チップは自社製品にのみ搭載し旧式のブードゥバンシーとブードゥにならば他社へ供給しても良いというビデオカードメーカーをバカにしたような対応を行った。 この対応は多くの友好的だったメーカー各社を不快にさせ、それらのメーカーは事前の策として、それまでブードゥーに比べ 3D ゲームの性能面では劣るとされていた S3 や NVIDIA の製品を採用するようになった。だが、この時点でのブードゥーシリーズの優勢を背景とした、この路線変更は 3DFX にとって致命傷となった。ブードゥーさん搭載カードを 自社工場のみで製造するという試みを行った結果製品の発売が予定から大幅遅延収益に深刻な打撃を与えただけでなく他社は続々と NVIDIA 製品に切り替えを行ったためデファクトスタンダードの座から自ら降りる結果となったチップベンダであれば研究開発設計までを行えばよいしかし一元生産を行うメーカーとなればそれまで 各ビデオカードメーカーが行っていた、その後のカード試作、生産準備、調達、生産、販売、アフターフォローといった工程のすべてを自社にて行う必要がある。3DFX の誤算は、チップ製造以降の各工程こそが最も莫大なコストがかかり、かつ人的管理などが難しい工程であったことであった。多数の人間を雇用し、安全管理や、 労務者の健康管理まで行う工場経営は簡単にできるものではなかった上自社で販売するとなれば世界中に販売のための現地法人を作るなり協力会社と提携するなど世界的規模での投資が必要となる。マーケティング上においてもそれまで友好的な関係にあった世界中のビデオカードメーカーとの関係の悪化を招くなど自らの首を絞める結果となっていった。 結果、1998年11月に発表されたブルドゥーさんが実際に販売開始されたのは1999年4月。その間の収益悪化は避けられず、しかもビデオカードメーカーは NVIDIA や S3 といった他社のチップベンダーの製品を採用することになり、3DFX は盤石だったシェアを自ら明け渡した格好であった。発売された。 ブルー33000の 3D 描画は、ブルーバンシーの使用を踏襲し16ビットカラーレンダリング限定とすることで、3D ゲーム向けでは24ビット、32ビットカラーレンダリングに対応した他社製品と比較して高い性能を叩き出したが、色数として24ビット、32ビット環境が普及している状況を考えた場合には明らかに限界が見え始めていた。 人間の視覚でバンディングノイズを感知できなくなる色数は、最低でも RGB 各色8ビットの計24ビットの色数が必要であり、他社製品も人間の視覚に合わせて24ビット、32ビットの色数を前提として改良が続けられる中で、ブードゥーの場合は16ビットを継続する方向性をとっており、世界標準からの乖離は次第に大きくなっていった。 当時の最高スペックのゲームであるアンリアルやクエイクニといったゲームではメイトロックス S3ATIN v i d i a が生産するダイレクト 3D のみ対応のビデオカードでは高解像度にすると非常に重く場合によってはゲームプレイが困難なほどであったがブードゥさんはグライドとの組み合わせで常時 60fps を叩き出したブードゥさんは機能面では 前作のブーバン1シート大差なかったが、グラフィックコアの高クロック動作で、グライド対応ソフトにおいて、3リー構成のブルー2を上回る、圧倒的な描画スピードと優れた画質を実現しており、リーバ TNT やレイジ128、パーミディア3といった発売時点での他社のライバル製品を全く寄せ付けなかった。ビデオキャプチャ機能付きのブードゥー 33500TB も発売された。 性能面では未だナンバーワンの座にいた、ブードゥーさんではあったが、16ビットの色数に固執する、姿勢や販売方法変更の影響から 3DFX に、対して、報道ではすでに将来性に懸念を投げかける声が出ていた。そして、1999年9月に NVIDIA が発表した、ハードウェアジオメトリエンジン搭載の GFORCE256 の登場と、 マイクロソフトによるダークテックス7での 3D 描画機能サポートの大幅強化により、それまでトップパフォーマンスメーカーであった 3DFX の車用が明確化する。GForce256 はダークテックス6世代までのものとは次元の異なる機能、性能を備えた新世代のグラフィックチップであり、ハードウェア T&L 機能をはじめ画期的な 新機能が数多く盛り込まれていた。この GE Force256 はダークテックス7で機能強化されたダイレクト 3D での描画においてブードゥーさんとグライドの組み合わせに匹敵するゲームによってはブードゥーさんを引き離す性能を叩き出した。このためブードゥーさんとグライドの優位性が大きく揺らぐようになった。この時ブードゥーさんはジオメトリエンジンを搭載していなかった。 ことに 3D 描画イコール全画面モード動作を事実上意味していたグライド環境とは異なりデスクトップ上に表示されたウィンドウ上での 3D 描画を当然にサポートしていたダイレクト 3D の機能強化はゲームを楽しむユーザーに対するプレイスタイルについての新しい提案を含んでいたそれまでも 3DFX 製品のみでしか使えないグライドから 汎用性の高いオパングルやダイレクト 3D へ流れる動きはあったが、16ビットカラーレンダリングでのブードゥグライドのパフォーマンスに対抗するのに、十分な性能の製品が他に存在しないという点がその妨げとなっていた。それゆえ、高解像度24ビット、32ビットカラーレンダリングの下でなお、ブードゥングライドに対抗しうる性能を発揮する。 G-Force256 の登場は、その障壁を一気に取り除いてしまったのである。これに対抗すべく、G-Force256 登場からわずか2ヶ月後の1999年11月開催のコンゲックスホール99において、3DFX は次世代製品として、ベッサマイ -100 を搭載した、ブードゥー4、ブードゥー5の発売を発表した。ベッサ -100 は、 G-Force 256で注目を集めたハードウェア T&L 機能はサポートしないものの3 2ビット、カラーレンダリングをサポートハードウェアによるフルシーンアンチエイリアス機能などの画質向上に効果の大きい新機能を多数搭載し3接続による複数搭載を前提とした画期的なグラフィックチップであったブードゥー4はベッサ -100 チップを一機。 ブードゥーゴは別冊マイナス100を2機ないしは4機搭載し、ブードゥーゴはこれら別冊マイナス100をカード上で3接続することでスケーラブルな性能向上を実現することを目指したもので、スペックシート通りの性能を発揮できるのであれば G フォースをはるかに上回る性能を持つゲーマーにとって福音となり得るものであった。だが、百九十八年の経営路線変更の ゴタゴタからブードゥー4、ブードゥー5の開発は大幅に遅れて、発売の目処はまるで立たず、衝撃的かつ極めて市場競争力の高い、ライバル製品が出現し、シェアを伸ばしているのに、3DFX は、そうも変わらず、ブードゥー3を販売し続けていた。しかし、3D ゲーム開発は確実により、高性能である G-Force256 ダクテックス7を、 メインターゲットとするようになってきており、ハードウェア T&L 機能を持たず16ビット、カラーレンダリングにしか対応しない、旧世代のブルドゥーサングライドでは対応できない、ゲームが登場するのは時間の問題であった。さらに、この時点で、未だ発売の目どすら立たなかったベッサマイナス100、自体にも問題があった。その 3D 描画性能は突出していたものの、製造プロセスが、 同世代の他社製チップと比較して明らかに旧式で、トランジスタ数の割に消費電力が課題である、という問題があった。これは、上位機種ほど搭載される別社マイナス100の数が増える、ブルドゥー5では、特に深刻な問題で、補助電源入力をベッドカードに搭載せねばならず、また、競合他社の製品と比較して明らかに大きな、発熱にも悩まされることとなった。とはいえ、 これでももし発売予告通りに Voodoo4Voodoo5 が発売されていたならば、それらの性能面と人気から 3DFX の帰り咲きは不可能ではなかったが、現実には発売のアナウンスばかりで、発売の目処はまるで立たなかった。Voodoo のブランド力はこの時期でも絶大であったが、世界中の 3D ゲーマーは発売延期のアナウンスの繰り返しばかりに失望し、 3DFX の信用持ちに落ちた。一方で NVIDIA はセールス、開発に積極的に動き、アジアメーカーの安価なビデオカードに採用されることで G-Force の価格も下がり、低価格な上に高性能なチップとユーザーの評価とシェアが盤石になりつつあった。2000年4月には G-Force256 を基本としつつ、 テクスチャ処理などを大幅に強化した G-Force2GTS が登場。3DFX の新チップ別社 -100 を2機搭載したブ o o d o o 5 5 5 0 0は発売が大きく遅れ、2000年の6月にようやく登場し、当時のベンチマークテストなどで NVIDIA の G-Force2GTS 以上の性能を発揮した。ブ o o d o o 5は当時としては画期的な新技術が搭載された。 豪華なカードではあったが、出る時期があまりに遅すぎ、もはや G-Force2GTS に,に対して若干優れてはいても、それほどの性能差の違いはなく、優位を完全に取り戻すことはできなかった。しかも、2000年8月には NVIDIA が G-Force2GTS をより高クロックでの動作に対応させた G-Force2 ウルトラを発表、同年10月には製品が出回り始め、 G-Force に GTS 比で20%前後の性能向上を達成、ブ o o d o o を再び引き離し始めた。実際に発売されたブ o o d o o 5は扱いの困難なフルサイズ PCI カードであり、ミドルタワー以上のケースでなければ搭載が難しいという難点を抱えていた。さらに、搭載されたベ e s s a 1 0 0は先日の通り旧式な製造プロセスを採用した結果、 発熱が非常に激しく適切なエアフローが確保されたケースでなければ、しばしば熱暴走を起こす。拡張スロットからの給電では、必要な消費電力を賄えず、別途外部電源接続をしなくてはならないなど、パワフルな性能にこだわるあまり、この時期の市場における PC の小型化指向、エコな省電力性、ユーザーの利便性、製品の普及性や製造コストなどからは、 完全に時代に逆行するようなカードになってしまっていた。コンパクトで十分に、高性能、かつ気軽に使える G-Force 2 GTS や G-Force 2 Ultra に比べ、よほどのヘビーユーザーでもなければ、購入を躊躇するような商品だったのである。ベッサマイ -100 を一機搭載した、低価格帯向けのブードゥー4-4500は2000年9月に、ようやく発売されたが、すでにパフォーマンス市場。 メインストリーム市場ともに G-Force シリーズが完全にシェアを抑え普及していた。また、この時期には ATI も G-Force シリーズ対抗としてハードウェア T&L をサポートした r a d ィ o n シリーズの第一世代製品を市場に投入し始めており G-Force シリーズに先行して製造プロセスの微細化を実現し、そうした集積度の向上を背景とした高いチップ性能と 低廉な販売価格で高い評価を獲得しつつあった。半導体業界のアナリストの中には1999年のクリスマス商戦までにブードゥーを投入できなかった時点で、すでに企業としての 3DFX の運命は決まっていたと見る者も,もいる。かつて 3DFX のブードゥーチップを購入していたビデオカードメーカー各社もブードゥー3時代の 3DFX のチップ。 供給停止の際に、NVIDIA や ATI 製のチップへ、自社グラフィックカード製品の搭載チップを切り替えており、世界中のビデオカードメーカーが g ホースやレイディオンを普及させることとなり、市場競争で価格が下がり機能や性能が急速に向上してゆく中で、高価な自社ブランドの新製品を出しても取り残された、感は否めなかった。2000年11月には、工場も売却。 ハイエンドモデルとして計画されていたベッサ -100 を4つ搭載するブルドゥー56000の発売がないまま2000年12月にはついにグラフィックスに関連する資産を NVIDIA に売却し解散することになった NVIDIA による3 d f x の買収は2001年9月に完了しているちなみに解散以前は NVIDIA と3 d f x は お互いを特許侵害していると訴え合っていたのだが、この買収をもって和解が成立している。吸収された 3DFX 開発チームは、その後 NVIDIA が2002年11月に発表した GForce FX シリーズの開発に関わっている。GForce FX シリーズも、また GForce FX5800 ウルトラなどの上位機種で極端な高発熱に悩まされ、 その対策として採用された冷却システムが後日、あたりの NVIDIA 自身による自虐ネタの対象となるなど、決して成功策とは言えなかった。だが、同シリーズで取り込まれたブードゥシリーズに由来する技術の多くは、現在もなお定番の技術として普及し、広く採用され続けている。以下は 3DFX が販売したグラフィックカードである。発表日時順に説明。 スペックが掲載されている。は3は 3DFX が開発し、ブルドゥー2で導入された技術である。2機のブルドゥー2チップをシステムに搭載させ、画面の操作線を奇数と偶数で分けることで、それぞれのブルドゥー2チップが並列して描画する。当時の 3D 描画機能としては極めて高い、水準にあり、他社製品を大きくリードした。なお、ブルドゥー2の時代に開発された。 3技術は NVIDIA が PCI Express 用に改良し g f o r c e シリーズの機能の一つである3としてより高度な形で実装された 3DFX の提供していた 3D ゲーム専用 API ライブラリーは商用提供されていたが1999年にオープンソース化されている当時の他の API に比べて扱いやすく高速に動作し 優れた 3D ゲームが多数生まれる原動力にもなった。この当時の 3D ゲームの多くは画質が悪く描画が遅いソフトウェアレンダリングモード、標準的なハードウェアアクセラレーションにより画質を向上させたダイレクト 3D モード、アーケードゲーム並みの最高峰の画質と高速描画ができるグライドモードが搭載されているものが多かった。ソフトウェアレンダリングモードは 文字通り、ビデオカードの 3D 性能を使えない環境のユーザー向けの救済措置であり、かろうじて描画できるといったもので、画質、描画スピードともに最低であった。ダイレクト 3D は、マイクロソフトの開発したマルチメディア API、ダークテックスのうちの一つであり、現在では主流の API である。しかし、当時はその 3D 描画性能はグライドに遠く及ばず、 かつ、ビデオカードへの負担も大きく、高解像度には向かなかった。グライドは 3DFX の開発した API であり、その高速性、描画の美しさは圧倒的であった。クエイク、トゥームレーダーなどに代表される 3D ゲームの発展はグライドとブルドゥーの存在があってこそであり、実際にクエイクの開発は 3DFX の協力があったため可能となったのである。 実際、当時のゲームをグライドとダイレクト 3D で描画し、比べれば、その画質と高速性ははっきり体感できるほど、ブードゥグライドの性能差は抜きんでていた。他のメーカーのビデオカードはダイレクト 3D のみの対応だが、3DFX のブードゥシリーズだけは、グライドとダイレクト 3D 両方に対応しており、グライド対応のゲームでは、自動的にグライドモードで描画されるようになっていた。 グライドとブールの組み合わせは非常に描画スピードが速く NVIDIA や S3、マトロックス、ATI など他社のビデオチップの性能では描画できない表現でもたやすく描画できたためゲーム開発者が存分に腕を振るいたい場合はグライドモードは必ず搭載していたのである。グライドモードによる高速描画と高画質はブールシリーズ所有者のみの特権であったがブーバンシーの時代には 世界中の多くのビデオカードメーカーが、ブードゥシリーズのチップを購入、生産していた。このため優れたゲームをプレイしたいユーザーは耐やすく、安価に様々なメーカーのブードゥビデオカードを購入でき、初代ブードゥ以来の絶大なシェアもあり、安心して開発できたという事情もあった。しかし、1998年にィ d f x が、ブードゥさんを自社生産のビデオカードのみで使用し、 他のビデオカードメーカーに供給しないという路線変更を発表したことから世界中のビデオカードメーカーがダイレクト 3D しか対応できない NVIDIA S3 のビデオチップを採用するしかなくなるという事態になった。3DFX が自ら明け渡した市場シェアをグライドに対応しない他のメーカーの製品が埋めていくに従い絶対数が多くなっていったそれらのチップを搭載する。 ビデオカードのユーザーに配慮して、3D ゲームの開発メーカー各社もグライド依存を止め、ダイレクト 3D でも、グライドほどではないものの相応の画質で遊べるゲームを開発するようになった。3DFX の戦略転換は、単に、ブードゥという商品の販売シェアばかりではなく、それまで市場を支配していたグライドというゲーム用、3D グラフィック API のシェアまでダイレクト、 3D に明け渡していく結果となった。そして、当初はグライドに比べが質面や性能全般で、劣っていたダイレクト 3D も、市場からの要求に従って、マイクロソフトがダークテックスのバージョンを上げるたびに、グライドとの性能差や、機能差を急速に縮め、ダークテックス7のハードウェア T&L 対応で、グライドを追い越すに至った。3DFX の開発した GPU が、 セガのドリームキャストで使用される可能性があったが、NEC のパワービハー2が採用されることとなった。90年代後半から2000年代初頭にかけて、いくつかのゲーム会社が 3DFX 製チップを搭載したアーケードゲーム基盤を市場に送り出している。あたり、ミッドウェイゲームズ、コナミ、タイトウなどがそれに該当する。ありがとうございます。